全然いろいろ煽ってもらっても、あのダンスさえ見えれば、はい、なんか楽しい方がいいんで。Thank you.
ことは今日一番いい勉強になります。生バンドなんで、あの僕らの音聞け、ベース聞けよ、どれがベースですか、もう耳だけじゃ分かんないです。今日見れます。音楽ってマジで読めるんで、あのその自分がそこに浸透してると、なんかスーッとなんか知ってました、曲とかで知らないっていうことがいいダンサーには多いです本当に。なのでなんか感じるものは、目に見えないものでこうずっとシンクロできるので、あの その感じをあのぜひなるべくそこに近づくような、心持ちで音楽を聴いてください。はい、説教ではございません。鎖骨のイソレーションって言ってるんですけど、ここを使いながら頭をあんまり動く、要はこうやってやるのと違いますよね。だから頭を振るのもありけども、ちょっと一瞬あかっこいいって思わそうと思ったら、フォルクスワーゲン、あ、ギアが入ったらそんだけ激しく揺れるんだなっていうボロ車っていう。でオールドスクには結構ダンサーが作ったものに意味があるって、それで歴史を知りたくなってきて、知れば知るほどこれどういう意味、なんか意味あるで、ちゃんと伝わってくるんですよね、表現が。ビッチどうしよう、逃げよう、やべっていうのを出してるのがね、意味を知ってもらって踊ると、動きが雑でも分かる人が見るとその匂いが出てるんで、あ、ファンキーだな。だから僕らがよく言うかっこいいのと、匂いで踊ってる人、技術でとにかく足で高く回ればいいんだろう、高く上がればいいんだろうと踊ってる人の違いはこういうところです。Okay. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
do whatever she wants。